ハイベイの大型倉庫の外観は、イメージ、形状、カラーデザインともに、カプリさんのスタンドアップパウチの段ボールパッケージをモデルにしています。カプリソーネとは、ドイツの飲料メーカーであるビルドが発売している、果実飲料のことである。アメリカでは、カプリさんという商品名で、クラフトハインツから発売されている。ドイツ語では、カプリゾンネは、カープリゾンネと発音するが、 日本において販売が開始された際にカプリソーネとの商品名が付され日本ではカプリソーネの商品名が定着し現在に至っているドイツでは2017年にアメリカで使用されているものと同じカプリさんに商品名が変更されたこの商品の特徴として容器に缶や瓶を使用せず軟質のアルミパックに飲料が充填されていることが挙げられる 飲む際は、先の尖ったストローで、容器の上半分に表示されている点に突き刺し穴を開けて、ストローで飲む。ただし、ストローで突き刺して、穴を開ける方法は、時として失敗することもあるため、日本発売時に、メーカーは、誰でもできる方法と、君ならできる方法の二つを提示していた。軟質のアルミパックを使用していることから、家庭の冷凍庫で凍らせ、 シャーベットとして食べることができ、穴を開けない状態であれば、保冷剤代わりに使用したり、氷の代わりに量を取るために用いることも可能である。味は果実ベースで様々な種類が発売されている。本国のドイツやアメリカにおいては、子供向けの飲み物のイメージが強い。カプリソーネは、1979年に江崎グリーコがビルド社とライセンス契約を結び、 1980年に近畿地区で販売を開始し、1984年に全国販売された。松田聖子というトピアなどが CM に起用されたが、1989年に契約を解消し、販売終了となった。その後、ライセンスは宝酒造に移譲されたが、宝酒造が製造したのは、ビタミンパーラーなど栄養成分を強化した果実飲料、 パーラーシリーズであり、カプリソーネの特徴であるアルミパックを取りやめ、缶やペットボトルが容器に用いられた。このパーラーシリーズは2006年をもって富永貿易にライセンスが移譲され、2007年3月から販売された。2000年代以降は輸入食品を扱う店舗などで海外で生産されたカプリソーネを購入することができる。 米国の異性化等の受給動向。独立行政法人農畜産業振興機構。2018年2月24日閲覧。ドイツ語のゾンネは英語で太陽を意味するさんと同義語である。ありがとうございます。